今日は自分が主にインドアのサバゲーで使用しているベルトキットの紹介をしたいと思います。スピード QB のベルトキットになります。こんにちは、箱です。このチャンネルではサバイバルゲームの様子や Vlog など主に2種類の動画を配信しております。Twitter や Instagram などの SNS もやっておりますので、よかったらそちらの方もチェックしてみてください。皆さんはですね、普段サバゲーでどのような装備を使われていますでしょうか。過去にですね、こちらの方の動画などでサバゲーの装備紹介の動画を上げさせていただいてるんですけれども、今回は主にインドアでのサバゲーにおいて、自分が使っているベルトキットの紹介をしたいと思います。日本でもすごい人気のね、高いブランドになってるんですが、スピード QB さんのベルトキットになります。サバゲー用にデザインされているだけにあってですね、とてもシンプルではあるんですが、機能的な作りになってます。このようなですね、モールタイプのベルトっていうのはいろんなメーカーさんが出してるんですけれども、こちらのベルトのですね、特徴的なところといえば、表のですねベルクロで固定されておりまして、各種装備をですね、瞬時に組み合わせることができるといいますか、この部分、ベルクロの部分を、取り外すことによってスピーディーにですね、装備を切り替えることができます。こちら自分が購入しましたベルトのサイズなんですけれども、 SM サイズ26から36インチって書いてあります。ベルトの厚みがですね結構あるんですけど、体に負担なく装着することができます。ベルトの内側がこのようにすごい滑りにくいラバーの素材でできてます。一日中ですね、長時間体に装着していてもですね、疲れることなく装着することができます。ではですね、実際に自分がですね、このベルトでどのような装備をしているのかをご紹介したいと思います。まずこちらのダンプポーチですね、ゲームで使用するマガジンをここに収納するためのダンプポーチなんですが、そんなに大きすぎずですね、本当に最低限のですね量を収納するのにちょうどいいぐらいかなっていうサイズ感ですね。ポーチの底の部分が通常普通の側面よりはね、ポーチの底の部分がまだ厚みが倍ぐらいあると言いますか、なんか硬いものを入れても底の方のクッションで保護されるような印象ですね。上面、上の部分はコードがついてまして、ここを絞ることによって、物がここから落ちてしまうのを防ぐ、役立つと思います。結構ホルスターって難しいんですよね。そもそもホルスターはいるとかいらないとか、様々ね意見はあると思うんですけれども、ハンドガンもですね、フラッシュライトをつけたり、それからトレーサーなどをつけたりしたら、それだけでですね、収納できるホルスターっていうのはなかなかなくて、たまたまですね、ネットで見つけたこのホルスターは、ライトとトレーサーをつけた状態でも、もうそのまま収納できる。ただね、素早いドローとか、抜き差しっていうのがちょっと難しいところはあるんですけれども、ライトやホルスターを取り外さなくても、ここに収納できるっていうのはすごく便利かなと思いました。で、しかもベルクロのオスとメスがそれぞれついてて、パッドですね、このモールの内側にベルクロで挟んで固定できるというところもあって、すごく気に入っております。で、そしてこちらがホンドールさんのパッチパネルです。なんといってもですね、こんな感じですかね、このようなパッチですね、いろんなパッチを、自分で自由に貼って、いろいろドレスアップをしていくのもまた楽しいところではあるんですが、自分のお気に入りのパッチなんかをこういうところに貼り付けたりして、またですね、自分のチームのパッチなんかを貼ったりするために、このスペースを使ってます。ハンドガンのマガジンポーチですね、ごめんなさい、メーカーの読み方が分かりませんが、こちらのダブルピストルマガジンポーチを使ってます。オープントップタイプですね。固定はモールで留めるんですけれども、ポーチの表面がですね、ベルクロのメスの生地がついてますので、ここにも自分のお気に入りのパッチなんかを貼ったりすることができます。メインで使っているエアガン M4 のマガジンを収納するのはこちらのマガジンポーチを使ってます。前回こちらの動画でスリングの紹介をさせていただきましたが、そちらのメーカーさんと同じでフェローコンセプツさんのダブルマガジンポーチになります。カンガルーポーチにですね、近いような形状となってます。マガジンのですね、配置を自由に決めたいときにはこういう風に挟んで留めるタイプのものがとても便利に感じます。はい、こちらはスピード QB のマガジンですね。スタンダード M4 用のマガジンになります。あとはですね、このようなトリプルピストルのマガジンポーチなどを使用しましてですね、通常よりもマガジンをたくさん携行したり、またはですね、今の配置から変更したい時なんかにも結構ね、役に立ちます。例えば今あるダブルマガジンポーチとは別に、このトリプルマガジンポーチを携行してですね、マガジンの弾をたくさん持っていきたい時にはこのように背面につけて、このようにしてマガジンをですね、たくさん携行することもできます。はい、簡単ではありますが、これで私が使っているベルトの紹介を終わりたいと思います。
もしこの動画気に入っていただけましたら、チャンネル登録ボタンを押していただいて、高評価ボタンも押していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。